い、で家帰ってきてお風呂入って今です。もう眠たい。こんばんは。お疲れ様。3連休の始まりじゃないですか。バスガイドさん姿、そう、今日はね、バスガイドもだし、あと、私服も着て、あとは、浴衣も着ました。浴衣っていうの、着物？和装しました。本当にやった。そう、楽しかったです。めちゃめちゃ。バスの中も楽しかったし、そういっぱいなんか普段とは違う感じのそうことができて、あとだるまありがとう、どこもありがとう、楽しかったね。いいね、ありがとう。生きてるもありがとう。バスでカラオケ、バスでカラオケしましたよ。でもちょっと音楽は流せなかったのでずっとアカペラだったけど、ありがとうございます。いや、ありがとうございました。浅草は、まあ、2回目だったんですけど、そう、めっちゃ楽しかった。修学旅行、確かに修学旅行みたいだった。東京タワー初めて登ったよ。東京、え、そうなの、東京タワー何気に初めてで、そうなんですよ。下がガラス張りみたいな、透明のところ行きました。え、そう、怖いところ、え、大丈夫だって、あのガラスは取れないから絶対に取れないって信じてるから大丈夫。高所恐怖症だけど、なんか絶対に取れないっていう、なんかわかんないけど、そう、自信があるから大丈夫。でもガラスの下に網網もあったから、もしガラスが割れても網網に多分助けられる。でもちょっとわっってなりました。なんかちょっとずっといたらちょっと気持ち悪くなりそうな感じ、こううーってなりそうな感じ。わっ、タワーもらった。待って、東京タワーだ。考えなし、考えなしさん、ありがたわー。とこれが東京タワーです。東京タワーありがたわー。バスツアーありがとうございました。乾杯できたのが嬉しかったです。ね、そう、ご飯もね、一緒で、空間をお邪魔させていただき、ありがとうございました。
何食べたか、なんかお台場でご飯食べたんだけどね、ガパオライスと、あとはなんかエビトーストかな、そう、めっちゃ美味しかった。お台場のモンスーンカフェってとこ。うまいいね、ありがとうございます。ガパオライスは何回か食べたことある。なんかあれどこのご飯、タイ、なんかタイ米だった。何料理かよくわからん。美味しかったよ、ありがとうございます。ガパオライス食べた後になんか後々これニンニク入ってるみたいな話になって、で、あのブレスケア飲みました。え、これニンニク入ってる、食べ終わったって、これニンニク、うまハートありがとう、わかるーもありがとう。ねえ、ニンニクすごいいっぱい。エスニックか、エスニック。そう、どういう、なんかどういうとこか分かんなかったんですけど、めっちゃ美味しかったです。うん、全然辛くなかった。そう、いっぱいね写真撮影もあって、ハッシュタグちほまいバスツアーでぜひあげてください。けいさんありがとう、中丸っぽいです。東京は暑かった、なんかもう本当に汗がめっちゃダラダラ流れてくるぐらい暑くて、まあ、結構外も多かったんですけど、本当に残暑って感じ、うん、暑くて夏って感じがしました。うん、暑かった、汗かきすぎてすぐ入った、マジで秒でお風呂入った帰って。こっちはあと数週間で雪が降り積もりそう。え、何、どこ、北海道か、北海道やばいじゃん。やばすぎじゃん。ありがとうございます。台風、え、なんか台風来てるの？なんかさ、台風来てるみたいな噂を聞きました。また来た。めっちゃ来る。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、そうそう、曲がってるみたいな、曲がり方がやばいんだ。そうなの？全然ちょっと進路知らないんだけど。
ありがとうございます。日本狙ってる曲がり方してるの？かぶりそう？せっかくの3連休なのに、あ、3連休には来ない？本当だ、ありがとう。直角？直角。雨なんだ。やだね。よいしょ。今日さ、もう本当にさ、体がバキバキでさ、直角さんじゃよくわかったね、本当に。このマジで本当にもうちょっとこのワンフレーズで、ありがとうございます。なんだっけ、そうだ、なんか今日来てたスタッフさんに写真集をいろいろと担当してくださった方がいたんですけど、その方にすごいですよってすごい褒めてくださって、で多分オリコンまたなんかランクイン多分ちょっとしてたんですけど、そう本当にもうパチ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 ってそうしてもらいました。ありがとうございます。もうパチパチしてもらいました。パチパチパチ。ありがとうございます。ねえ、ありがたいことに、最高、ありがとうございます。記念イベントしよう。そうしよう。記念イベント、ちょっと今のところ、その予定がないんですけど、そう。おめでとう。ありがとうございます。予定ないの？予定は、今のところはなくて、そうか、オフショット全然まだ載せてないや。オフショット載せないとね。今日のさ、浅草で撮った写真をさ、載せようと思ってさ、選んでたんだけどさ、人が多すぎてさ、浅草マジでさ、こう人こう映ってないようにこうやってずっとぼかしみたいなのかけてさ、めっちゃさ超時間がかかってさ、
で、そう、結構人いっぱいで、うん、観光の方多いですね。外国人の人いっぱいいた。みんなも複雑になるんですよ。なんかだって今日みんながイベントに来てくれて私写真撮ってくれるけど、そう、結構観光客の方とかでこうパシャパシャパシャって撮っちゃう人もいるから、ちょっとそう、ちょっとなんか複雑な気持ちになって、だからって顔してましたそのこの顔で写ってましたちょっと、うん、複雑ですね、はい、だって多分観光客の方のもうが不意に撮った私はこんなかもしれません。いや、なんかさあ撮影タイムですよってなった瞬間になんかこういっぱいカメラがみんな向けてくれてて、でこういくカメラ目線してたら、うん、うん、みたいな、違う人が紛れ込んできたみたいな全然違う人がいるみたいな、しれっと。テルマハート、愛してる、ありがとうございます。ね、すごいねそうなのよ。あ、そうだ、今日おみくじしたんですよ。ちょっと待って、おみくじ見せよう。おみくじって見せていいのかな。見せていいよね。浅草の足場らなかったです。じゃーん、吉でした。ででーん、今日で有名なとこ、え、そうらしいね。なんかさ、千穂ちゃんが今日でさ、今日って私珍しいと思ってたから、え、逆に大吉ですよみたいな話を、逆にラッキーみたいな話したら、いや、ここは今日が多いよみたいな言ってて、今日そんななんか辛辣ですね浅草、そうなの。今日が多いんだ。今日の人いる。そう、吉でした。じゃーん、願望叶うらしい、病気も治るらしい、なくし物も出てくるらしい、待ち人も現れるらしい、新築引っ越しもいいらしい、旅行もいいみたい、結婚付き合い良い結果となるらしい全部いいらしいでも本当なんだって、ほら見て見て、ほら全部いい、吉なのにめっちゃ全部いいの。なんかちょっとどうしようかな ありがとうございます。え、内容大吉っぽい。え、なんかさ、なんだっけ、なんだ これは何なの。こうなんか将軍とか書いてあるやつ、これもあれ、あ、でも待って、日頃の指導力は部下の信頼を得て、みんなあなたの声に従うことでしょう。あ、いいこと？これいいことだよね。これも関係ある？この横に書いてあるの。
どんな遠方にも大将の命令に従い、大勢の兵士が進んでいくように、たとえどんな困難な仕事でも周囲や部下の協力が得られるでしょう。おー、いいこといいこといいことって書いてあるわ。これはあ、将軍、あ、将軍、将軍、ありがとう。次、しかしいたずらに功を焦って努力をしても何にもならないでしょう。ん？どういうこと？焦るなってこと？へえ。オッケーオッケー。焦ってないよ。待ち構えとけ。うん？あ、ドーンとね。おお。ちょっと外の音が。いたずらしちゃダメってこと？絶対そのいたずらじゃないよね。え、そのいたずらなのこれ？あ、マイペースでね。あ、最後あるよ。たとえ目的を達成したとしてもそれは無駄なことになります。ええー、最後に、最後の最後に、あ、多分あの無駄なことらしい。たとえ目的を達成したとしてもそれは無駄なことになります。急に最後に激落としされるわ。たとえ目的を達成したとしてもそれは無駄なことになりますって結構絶望的なこと言ってるよね。だってさ、全部無駄なこととか言っちゃってんの？どういうこと？このみくじ。何言っちゃってんだよ。最後の最後にね、こういうことをしてくる。あ、これ辛辣ですね。ほんと辛辣なおみくじですわ。厳しいわこりゃ。すごいちゃんと英語で書いてる、ここね、読めるようにね。嫌いの反対、あ、そういうこと、なんか逆書いちゃうみたいなおみくじなの。天の弱的なね。ありがとうございます。まあ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 、そんなこともありますよね。だからこれは多分本当は無駄じゃないよってことなんだよね。そう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 、ありがとうございます。うまくね、解釈がね、難しいですね、このおみくじ。なんか怒ってきました私。ちょっと、たとえ目的を達成したとしても、なんかこの言い方なんかね、ちょっとちょっと怒ってきました。へこんでない、へこむわけないじゃないですか。なんでへこむんですか。ありがとうございます。
おみくじの効力は2週間短くない？ 2 週間って2週間しか持たないの？そうなの？無駄って英語でなんて書いてあるか、わ、なんて書いてあるんだろう。あ、これに書いてるかな。あ、書いてる書いてる。価値がないみたいなこと書いてるのかな。無駄っていうか、あ、お休みって言われ始めた。お休むな。え、ちょっと待って待って待って、58分なんかこれ最後にさ、ここにいっぱい書いてあるわ。大吉が出たからといって油断をしたり、また高慢、高慢っていうの、これ傲慢じゃないね、感じが、の態度を取れば今日に転じることもあります。謙虚で柔和な気持ちで人々に接するようにしましょう。なんかすごい最後に油断をするなって書いてあるわ。展示応募、マサさん、福ちゃん丸さん、スルメッコさん、京極やくもさん、トールさん、元町さん、ゆうきさん、くまねパパさん、スコットペリなんて読むのこれ、スコットさんアッサンさん、東京のソアンさん、イポマンさん。1位はドルルルルン、考えなしさんでした。ありがとうございました。ありがとう。また明日。おやすみなさいませ。明日は土曜日です。ぐわー、おやすみー。